それで俺は楽になれる。何者からも解放されるんだ。ブラックワールド、ぜひご検討をお願いします。はい、よろしくお願いいたします。彼の名前は光一、製薬会社の営業職をしている。勤めて3年目ということもあり、忙しい日々を過ごしていたが、毎日充実していた。今回は自信もあるし、手応えもあった。きっと採用してもらえる。なあ、今からカラオケ行かね？いいね。でも、レポートやっておきたいんだよな。俺も早めにレポートをやっておこう。学生時代は成績優秀で、偏差値59の国立大に入学し、そのまま一人暮らしを始めた。大学で遊ぶような友達はいなかったが、別段困ることもなかったので、あまり気にしていなかった。他の学生たちより勉強ができていたため、それが彼の自信にもなっていた。また両親からも優秀だ、他の子とは違うと育てられたので、彼にとって一人なのは当たり前のことだった。会社にも社会にも貢献できるように頑張らないとな。その後内定をいくつももらい、両親に恩返ししたい思いで製薬会社に就職した。今から行く営業先の資料と今回提案する薬の資料に目を通したか？はい、すべて覚えてます。お、やるな。今日はもう一箇所営業行くから、それが終わったら一度ここに戻って打ち合わせ。その後次の資料作成と勉強会の打ち合わせだ。わかりました、よろしくお願いします。となると今日も残業か。結構忙しいな。まあこういう仕事は定時じゃ帰れないのは分かってたけど、最近家帰って寝るだけだ。いや、何弱気なこと言ってるんだ。まだまだ1年目、成長あるのみ。それにこの仕事でたくさんの人が助かるかもしれないんだ。社会の役に立てると思えばまだまだ頑張れる。教わる側だった時期は終わり、教える側になると仕事はより一層忙しくなった。さっきの営業先で気になったことがあったから調べてまとめておくか。その後は後輩の資料チェックをして。すみません光一先輩、ちょっとわからないところがありまして。わかった、今見るよ。しょうがない、さっきの調べ物は後でやるか。いや、そうなるとかなり予定が、はあ、これで終電何日目だ。家に帰って風呂と睡眠だけの生活がこんなにきついなんて。とりあえず風呂に入りたい。いや、先にご飯か。いや、その前にちょっと休憩したい。あ、しまった、また玄関で寝てた。時間は7時。シャワーだけは浴びないと。朝ごはんは時間があればどこかで買って。いや無理だ、そんな時間ない。とにかく急がなくちゃ。新しいワイシャツあったかな。早めに行って資料の確認する予定だったのに。結局昼も忙しくて食べられなかったな。っていうか最近コンビニ弁当しか食べてない気がする。はあ、珍しく少し早く帰れたから今日はちゃんとベッドで寝たい。でも少しは片付けした方がいいかな。いや、週末にやればいいか。最近頭痛もするし、まずはちゃんと寝ないと。仕事を休むわけにはいかないからな。溜まった疲労、続く睡眠不足、偏った食生活、そんな生活を続けていたせいか、徐々に仕事にも影響が出ていた。営業成績は後輩に抜かされてる。どうしたんだよ光一、最近調子悪いじゃないか。もっと頑張らないと抜かされるかもだぞ。そうですね、頑張ります。余計なお世話なんだよ。俺はこんなに頑張ってるのに、これ以上何を頑張れって言うんだ。休むことなく仕事して、寝る間も惜しんで仕事して、こんなに会社に貢献してるのに。仕事の焦りから後輩や同僚とのコミュニケーションを避けるようになっていった。はあ、週末は部屋の掃除をしようと思ったけど、とてもそんな気分にはなれないな。それともせっかくの休日だし、どこか出かけるか。いや、今まで勉強以外特に何もしてこなかったから、趣味もこれと言ってないし、遊ぶ友達もいないんだった。まあいいや、休みの日くらいゆっくりしよう。ご飯はウーバーでいいし、
快適な部屋から一歩も出たくない。あれ、いつの間にか寝てたのか。もう夕方だ。お腹空いたからご飯食べて、何しよう。ああダメだ、何にもやる気しない。ゴミくらい出さないとなのに。平日とは反対に休日は無気力になってしまい、ベッドやソファーから出ることもなく、一日中ネットニュースやショート動画をただただ流し見して過ごすばかりだった。あの大口の契約取り付けたんだってな、すごいじゃないか。はい、ありがとうございます。なんでだ、頑張ってるはずなのにどんどん後輩に抜かされていく。今年に入ってから商談成約率は下がる一方、俺がここにいる価値って何なんだ。仕事ができない俺の価値は。光一先輩にもご報告したいんですけど。今はやめておけ、今は少し低迷期みたいだからな。会社のやつらもみんな俺を腫れ物みたいに扱って誰も話しかけない。上司に相談しても大丈夫だからの一言だけ。そんなの嘘に決まってる。もっともっと頑張らないと。あとは月曜日の11時にアポが取れてるから今日中に資料を作っておかないと。光一、最近無理してるんじゃないか。今日は早めに帰って休んだ方がいいぞ。でも資料がまだ。気を使ってもらってるのに断るのもな。しょうがない、家に持ち帰ってやるか。ありがとうございます、今日はもう帰ります。今日は資料作らないといけないのにやる気が。やっぱ家じゃダメだな、ちょっと携帯見てからやろう。あれ、いつの間にか夜になってる。俺何時間携帯見てたんだ。今日はもういいや、明日やろう。明日資料作って掃除もして。だるいな、やりたくない、何もしたくない。今日こそやろうと思ったけどダメだ、何も思いつかない。頭がぼーっとしてやる気も出ないし、ちょっと休憩で携帯でも見るか。3時間もあれば多分終わるし大丈夫だろ。なんか面白い動画ないかな。最近何見ても面白くないんだよな。しまった、また寝てたのか。嘘だろ、もう夜な、何時だ、20時。やばい、結局明日の資料何にもできてないぞ。今から急いで作らないと。かっ、ダメだ、頭が回らない。そうだ、コーヒーでも飲むか。そうすれば少しはすっきりするかもしれない。結局終わったら朝だった。最後の方はもう適当に作ったから内容もめちゃくちゃだし、そりゃこんなんじゃ商談がうまくいくわけない。先方も資料見ながら困ってたもんな。もう何をやってもダメだ。営業はうまくいかないし、資料もまともに作れない。俺はいつからこんな風になっちゃったんだろう。もう仕事したくない、会社に行きたくない、仕事やめようかな。でもこんな使えない俺を雇ってくれるところなんてあるわけない。そうだ、もういっそのこと全てを捨てて楽になれば。後輩の気まずそうな目、先輩や上司からの期待されていないあの目を見なくても済むんだ。そうだよ、会社だって役立たずでダメな俺なんかいない方がいいよな。なんだよこの部屋、ゴミだらけでとても人が住むような部屋じゃない。俺はここまで落ちたんだ、もう這い上がるなんて無理だ。もう十分頑張ったよ、このまま落ちて楽になりたい。全てを投げ捨てて楽になりたい、全てから解放されたい。これで俺は楽になれる。仕事に行かなくていい、頑張らなくてもいい、何者からも解放されるんだ。ありがとう父さん母さん、俺は先に行ってるね。ここ数年で発生した孤独死のデータをまとめると、全体の 4.2% が20代の若者ということが明らかになった。もっと具体的に言うと、5045人のうち210人が20代だった。自分は大丈夫、あの子はそんな子じゃないから
そう思っていても気づかぬうちに心が疲弊しているかもしれない。孤独死をしてる人たちにはいくつかの共通点がある。部屋がゴミだらけ、自炊をしない、趣味がない、人とのコミュニケーションが少ないなど。親や友達、知らない人でもいい。周囲の人間とくだらない会話をするだけで救われる心があるかもしれない。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。